えー、アメリカ人の婚約者に婚前契約をしてと言われました。私は医師ですが彼の方が断然稼いでます。お金目的では決してないですが、そう思われてるのかなと思い悔しくて泣いてしまいました。でも外人の友達は婚前契約が当たり前だから気づとなっています。ひろゆきさん婚前契約についてどう思いますかえっと、当たり前なので気にしないでください。えっと、まず、あの、フランス人は100%結婚している人は婚前契約をしています。 あのフランスの場合ってそのパックスって言われるあの、まあ、事,実婚事実婚制度とあの結婚っていう制度の2つがあるんですけど結婚の場合ってあの契約書を作るっていなのであのよくその結婚した場合にその婚前の財産はそのなんか2つに分けるんですかそれとも婚前財産はお互い稼いだものはお互い稼いだものになるんですかっていうのも全て契約をした上じゃないとあの結婚の手続きがそもそもできないんですよ。 なので、あの、混戦契約は当たり前だという価値観の国の人たちがいっぱいいるので、あの、その、日本の価値観で他の国の人を判断しようとするのは僕は良くないと思うんですよね。いやその、日本人と結婚するのであれば、日本人はこう考えるよねっていう自分の日本人の感覚で、その物事を考えるのいいんですけど、その、外国に住んでる外国人が、うん、これが普通だよってアメリカ人がやってるわけじゃないですか。それはアメリカ人の感覚で判断すべきだと思うんですよ。なんか日本人だったらそんなことしないって、うん、日本人じゃないからねって終わりなんで、あの、普通に混戦、 契約してでお金持ちではあのお医者さんだと思うので多分パワーカップルでして楽しく暮らせると思うのでさっさと結婚してください。